Z 世代の若者特集になります。今回 Z 世代のゲストはこの方です。はじめまして、ふもと慎太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ふもと慎太郎さんは一体どんなことでどんなことをやってらっしゃる方ですか？ありがとうございます。まあ、今はただの21歳の無職なんですけど、はいはい、うちは来月から、まあ、実際旅しながら生きようと思ってて。旅しながら生きる、はい、はい。なんか旅って楽しいじゃないですか。はい、旅って楽しいですね。なんかいろんな出会いがあったり、沖縄だったらなんかすごい時間守んないみたいな、はいはい、なんか良くも悪くもなんかそういう文化があって、そういう文化に出会うのすごく僕好きなので、うん、で、ふもとさんは旅をしていくと、はい、なんか会社とか仕事とかでいうなんかそのジャンル分けというかタイトルみたいなのあるんですか？ありがとうございます。まさになんかタイトルでいうと旅する CEO、旅する CEO って形でやろうと思ってて、はい、CEO って言ったら大それてるんですけど、その無職だけれどもなんかその結局お仕事としてそれをやっていくわけじゃないですか、はいはいはい、その先立つものみたいなので言うとお金じゃないですか、はいはい、それはどのようにこう工面されていくんですか？ありがとうございます。まず最初は、まあ、いわゆるリモートでできるバイトだったりをやろうと思ってて、うん、まあ、その後は、まあ、自分たちで TikTok のアカウントを旅しながら運用して、うん、そこから自分たちで案件をもらったり、うんうんうん、時には、まあ、その例えば焼肉屋さんから SNS 始めたり、なるほど、その SNS の運用でお金をいただいたり、うんうん、まあ、なんか最終的にはなんかもう SNS とか関係なく、うん、じゃあもう焼肉屋さんの復興を一緒にお手伝いするよって形でお金をもらったり、はい、なんかそういう自分たちにしかできない稼ぎ方はしていきたいなと。それを旅をしながら、うもう日本全国の人たち、なんだったらもう世界、はい、面白いな。なんですか、21歳じゃないですか、はい、いつぐらいからそのぐらいのこう発想だったり気持ちだったんですか？いつから出るって難しいんですけど、もともと社会不適合者的な素質があったかもしれない。あ、自分にね。そうです。なんかやっぱ高校でもうまく、まあ、学業に取り組めなかったり、うん、大学も僕単位1個も取れなかったんで、もうやめてらっしゃるんですか？あ、なるほど。そうですみたいな形で、なんかレールに、いわゆる日本のレールに乗れなかったタイプなので、はい、まあ、なんかじゃあどうやって自分らしく生きようみたいな常に考えてきたことなので、うん、なるほど。じゃあ自分のレール引いちゃおうぜっていうような話ですよね。レール引いちゃおうって、そのレールの先にはね、自分の思い描くその素敵な世界が待ってるわけですよね、はい。今後何ですか、叶えたいこう夢や目標っていうのは。やっぱなんか自分が好きなこととか、はい、やりたいことで生きて、やっぱ後悔しない人生を送る人が増えたらいいなと思ってて、やっぱ周りの人の話聞くと、なんか働くのが嫌とか、なんか会社終わった後の飲みで悪口言ったりみたいな、嫌じゃないですか、はい、なんか死ぬ時に人生楽しかったって言える人が増えたらいいなっていう、それだけですね。同じ Z 世代の夢や目標を持つ人に何かこう一言ありますか？はい、そうですね、まあシンプルに死なないからチャレンジしたらいいんじゃないかなと僕はすごく思ってて。最高。あの今見てくださってる方がもし自分にスキルがないとか思ってるのとしたら、まさに同じ状況で、うん、特に何のスキルもないし、うん、まあ、何のすごいキャリアを積んできたわけでもないので、僕が死ななかったら多分見ている方も死なないんで、うん、一緒に頑張れればなっていうふうに思います。これはね、僕も芸人やってますと舞台なんかで出て滑ることもあるんですけど、滑ってすぐ死んだ人見たことないんでそう考えるとそんな怖くないですよね、滑るのもね。慣れちゃえば、慣れちゃうんです、もう平気なんですよ。さあ、今回 Z 世代代表のですね、ふもとさん、ありがとうございました。ありがとうございました。人妻エンジニアを目指しております、はいはい、池谷穂乃香と申します。よろしくお願いします。さあ、人妻エンジニアということでございますけれども人妻エンジニアを目指すというのは何ですか？まだ人妻エンジニアではないということですよね。人妻は達成クリアしました。人妻は達成して、はい、エンジニアも夢であって。そうですね、人妻エンジニアと。そうです。大体でもエンジニアやってて結婚されてる方は人妻エンジニアですよね。そうですね。ただ表向き名乗ってないので、自ら名乗っていこうと。あ、そうです。もうパワーワードをじゃんじゃん押していこうっていうちなみになんでこのエンジニアを目指すことになったんですか？まあ、前職でお世話になってた方の、はい、と、まあ、将来どうしていこうかなっていう話をちょっと相談する機会があって、はいはい、そのタイミングでなんか性格的に向いてるんじゃないみたいな。エンジニア、どういった仕事なんですか？詳しくエンジニアというのは。いろいろエンジニアもいろいろあるので、いろんなタイプのエンジニアありますけれども、はいはい、ご自身が行きたいエンジニアの仕事としてはどんなことですか？内容的なところで言うと、やっぱ私結構クリエイティブなことが好きなので、はいはい、まあ、ホームページ書いたりだとか、うん、
まあ、ゆくゆくはアプリ作ってみたいなとか、まあ、そのクライアントさんだったりとか、まあ、求められてることに対してそこの問題解決につながるような、うん、まあ、クリエイティブを作っていきたいなと思ってます。はい、はあ、これまでじゃあ、何かこう仕事をされてて、そういうのも生かしてみたいなことですか？大学生の時からちょっとフリーで営業をやったりとか、はい、あとフリーで営業っていうのは何ですか？フリーランスで、はい、いろんな会社さんと業務委託という形で、会社員ではなくて、個人事業主として営業をやったりとか、なんだなんだ、もうやってんすね、そういうの。やってましたね。あとは、前職が、ウェブのマーケティング、TikTok のマーケティングの会社だったので、そこでクリエイターさんと向き合ったりとか、はい、あとなんかバズるっていうのを経験したりとか、そういうのが楽しかったので、もうずっとクリエイティブに向き合ってるっていうところと、自分自身もインフルエンサーの経験があるので。あ、そうなんですね。あ、そういうのを生かしながら、はい、人妻エンジニアを目指していこうと、はい、そうです。は、25歳、5です。人妻、そしてエンジニア、うん、まあ面白い響きですけどもね、うん、人妻エンジニアってこうエロいじゃないですか、なんか響きは。響きはあ、そうか、響きはっていうとご本人見るとそんなエロくはないなって空気出ちゃいますもんね。傷つきました。そんなところで傷つかれても困るんですけど、人妻エンジニアのことどうしていきたいですか？叶えたい夢や目標。そうですね、やっぱエンジニアとしての目標は、やっぱ作れるもの、できることっていうのはどんどん増やしていきたくて、最終的な目標一つ、これは何としても叶えたいっていうのは、はいはい、なんか私ペットがワンちゃん飼ってますけど、はいはい、動物に関わるアプリを一つ開発したいなと、うん、どういったアプリですか？成長記録残せますよだったりとか、その動物病院と提携して、うん、こう調子が悪かったりとか、どこ受診しました、どんなお薬もらいましたみたいな記録ができるのって今私が知ってる限りないので、うん、それを作りたいなと。なるほどね、うん、さて、人妻エンジニアを目指している立場からですね、同じ Z 世代の若者に向けて一言。やりたいこと、やりたいなと思ってることだったりとか、悩んでることは、はい、絶対やった方がいいと思います私が今楽しいからやっぱりこう周りの目を気にしたりとか、はい、こう世間体がとか考えるんですけど、うん、Z 世代だからこそすごい個性に寛容というか、はい、いろんな考えがあるのが受け入れられる、受け入れられる、うん、こうだよね、普通はがいろんな、このそれぞれの普通でいいんですもんね、うん、だから言ったら20代 Z 世代ってまだキラキラしてますよね、自分の親世代とかよりは、はい、うん、絶対挑戦した方がいい頑張ってほしいこの笑顔を見たら皆さんにも伝わると思うんですけれども、絶対挑戦してください、はい、今回の Z 世代のですね、若者、この方来ていただいております。どうぞ。リモートバックオフィサーのプロを目指している斉藤メルと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、メルさん、よろしくお願いします。もうメルと言ったら Z 世代ネームですよ僕らも昭和世代にはなかったっすわ、うん、名前の由来は、はい、父親がメル・ギブソンが好きで、そこからそっち、はい、よかったですね、メルの方でギブソンじゃなくて。 そうなんですよ、斉藤ギブソンになったらね、はい、ちょっとね、えらいこっちゃですもんね、はい、よかった、メルで。リモートなんですか、バックオフィサーっていうのは何ですか？今の時代結構増えてはいると思うんですけど、リモートでこうバックオフィスの作業、事務処理であったりとか、こういろいろな作業をリモートで行うっていう。どういう作業があるんですか、リモートバックオフィサーには。バックオフィスっていうと大体こう一般的な会社だと事務職、ね、はい、はいはい、事務職、はい、経理だったり、うんうん、そういう仕事内容をリモートで。へえ、あ、じゃあ会社に行かずとも家の中で全部できちゃうんだよと。はい。へえ、なぜこのリモートバックオフィサーを。あ、すみません、発音が良くて、すみません。あ、でもこれいいですね、フリーランスでいろんな会社と契約しながら、はい、ね、なんかこう事務作業が旅しながらでもできるっていうのは、はい、これはいいですね。なんか表に出そうな感じじゃないですか、お綺麗じゃないですか。それなのになぜこのバックオフィスなんですか？表に出たことも実は、田舎でちょっと、いやいや、モデルさんとしてとかでもなんかありそうな雰囲気ありますけどね。ただやっぱりなんか自分自身が結構
慎重な性格というか、はい、あの石橋を叩いて渡るような性格なので、うん、夢というか希望だったり憧れはこう大きくは持ちつつも自分の生活の中は安心を求めちゃうところがあります。そうなんだ、はい、でも安心とか安定だとかってまだ分かんないじゃないですか。これから始めるわけですから、はい、プロのリモートバックオフィサーを目指すんですよね。はい、これ資格かなんかあるってことですよね。現時点では秘書検定は持っているんですけれども、はい、その前職でほとんどパソコンスキルを持っていなかったんですよ。はいはいはい、なので、その前職で働いている時から学んでいた簿記、日照簿記を今勉強中で、はい、それを取得したら今度は、MOS マイクロソフトオフィスプロフェッショナルのエクセルの資格を取ってパソコンをもっとこううまく使えるようには、はい、じゃあこれから今ちょっと目指しつつも、はい、ちゃんとそういう資格を取りながら、はい、自分をちょっとパンプアップしていって、そうですね、強くしていくことによって、はい、リモートバックオフィスに、はい、本物のねリモートバックオフィスになるわけです、はい、どうですか、こう Z 世代の方で夢や目標持つ人にこう一言いただけるとしたら何でしょうか。そうですね、なんか私自身も前職で会社には所属していたもののほぼ全くパソコンスキルであったりこう一般の社会人の方が身につけているスキルをあまり持っていなかったので、それでも私みたいにこう一歩踏み出す人間がいるので、うん、ちょっと希望は持ってるけど一歩踏み出せないなみたいな人がいたら一歩こう踏ん張って踏み出してみることで何かこう未来が変わるかもしれないなというふうには思います。結局踏み出さないと動かないと何も変わらないですし ね、 見える世界がねとど、うん、まってたら一緒ですもんね、はい、今回は Z 世代の若者代表の斉藤メルさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。